というわけで、レビュー 2.9 ですけどもね、なんかちょっと今日も甘噛みなんだね、本当に。これあの声優さんラジオ聞いたらやっぱりプロだね、やっぱちょっと言いよだけでもさ、今もそうだけど、俺なんか噛んだ、すごいな、人たちは本当にもううっせんって思うね、本当勢いがあんだからこっちは、今美濁音も何もできない、鼻詰まっちゃって本当にっていうね、本当もう、まあ、そういうことありますけどね、今日の一冊目はですね、また刺繍ですね、あのもうバイトにも準備してるんでしょう、きっともう読めなくなるようにね、というわけで今日の一冊目、サルバトーレ クワジーモモドでね、そしてすぐに日が暮れるという刺繍を読んだわけですけどね、平凡者ライブラリーの詩のコレクション、この間のウィリアム・ブレイクと一緒ですね、本当ね、なんですけども、あのウィリアム・ブレイクと違ってですね、あの俺は神だとか俺は木星に着いたぞとかそういうことは一切なく、あの淡々とですね、この、クワジーモドの、なんですか、シチリアのこの自分の故郷をこう舞台にした詩で、ね、イタリアです、イタリアです、でそのシチリア その田舎がね、ちっちゃい頃住んでたけど今はもうちょっとなくなっちゃってみたいなことをこう思い出をこう重ねて詩にしたというね、とっても素敵な詩集だったんですけどもね、まあ、今もう言った通りで本当素敵なんですけどもね、あのねやっぱりこう読みやすいのよ、また翻訳もすごく、川島さんって人は確かやってたんだけど、認証主語がですね僕なんですよ、自分のこと語るときに、この僕っていうのはやっぱり、僕っていうのは村上春樹だけのもんじゃなくて、決してやっぱりその僕らのものっていうかね、やっぱりその親近感湧くわけそこで、まあ昔読んだあのランボーのさ、あの人小林、あの人有名な人、評論家の小林秀夫、合ってる、秀夫が書いたあの地獄の季節もさ、俺って書いてあったらすごいかっこよかったけどね、本当にそんぐらいね、だから詩集ってそんなピンとこなかったんだけど、これは久々ハマりましたね、あのでやっぱイタリアの人ですから、まあカトリックの人なんでしょうね、まあで、こう、まあ神の話とか出てくるわけですよね、でその神を言うときに、ね、あなたって言うんだよ、でそのあなたって言ったときにさ、やっぱこれ解説にも書いてあったんだけど、そのあなたっていうのはさ、女の人っていうとこもあるだろうし、もちろん神っていうとこもあるだろうしね、でもしくはもうその自然っていうこともきっとあると思うんですよ、その一言にはさ、そのね、たった一言ですごく情景がパーッと広がってくるのね、このクワジーモドさんのこの詩っていうのはさ、いや俺大したもんだなと思ったし、やっぱそのあなたっていうこの目線ね、やっぱりこの自然とかそういう神とか、もしかしたら他人とかね、あと詩の中でも僕は僕を捨てるっていう、こう詩が出てくるんですけども、何かねいろんなものに対してすごくフラットなんだよね、この人で。フラットなんだけど決して冷淡なわけじゃないわけ、結局ね、なんかいますよね、俺は人間なんか信じないみたいなこと言っちゃってさ、いやいいんですけど、そういう人も、それはドストエフスキーの人物だけにしといてくれっていうね、お前なんかそういうこと言ったってドストエフスキーの人物ぐらい決して迫力持ってないからね、言っとくけど、みんな引いてるからね、言っとくけど、そういうこと言うたびにっていうね、いう感じでも決してなくて、読んでてさ、やっぱりそのなんていうかな、こうありたいというかね、でその冷淡ではなくて、決して何かをその否定するわけでもないんですよ、でもそこにやっぱ自分のスタンスってものは確実にあるわけだよね、やっぱりね、それとそういうこうフラットなものとその詩っていうのなんつうのかな、こう相性ってすごくいいような気がしますね、そのこれ文章にしちゃうとさ、やっぱり3文というんですか、ちょっと長い文章にしちゃうとちょっとうさんくさくなっちゃうようなね感じもあるかなと思うんですけども、やっぱり詩でそのあなたという一言でそのいろんな情景が浮かぶようなこの言葉のセンス持ってる人だから、やっぱりねそういうとこやっぱさすがだなというふうに思って読んでましたね、でまあ、クワジーモドさんね、まあ、生きてる間はなかなかちょっと恵まれない状況にあったらしいですけどね、その詩人としてはね、でこのままか、まあいいや、なんかいろいろなくなっちゃうから、もう俺も全然覚えてないんだけど、クワジーモドさんの話ね、風邪ひいた中で読んでましたから、
でもね、本当になんか CC 言ってると、この間のね、ウィリアム・ブレイクだとか、なんとかルーボーさんみたいになんか、とうとうのトイレの話ずっとしてたりとかってよくわかんないこともよくあるわけですけども、これはとってもわかりやすい。わかりやすくて、わかりやすいって言うとなんかね、ちょっと内容ないような感じしますけども、そういう、決してそういうことじゃなくて、こう、その伝え方としてすごくとても的確に明確に伝えてありますから、この詩はですね、本当僕もちょっと手元に置いといて、なんかふっとね迷った時とかにちょっとダバダーダダバダーなんかかかりながらコーヒーでも飲みながらちょっと読んでみたいなっていうふうに思いました。はい、だからとってもおすすめの一冊です。はい、というわけで今日の一冊目はですね、サルバトーレ再起動のありがてねクアジーモドさんで、そしてすぐに日が暮れるでした。